はい、こんにちは、レイです。前回はですね、 CBR250RR の全体像ですとかカラーリングについて見ていただいたんですけども、今回はライディングモードとあとパワーについて考えていきたいと思います。2機兵で頑張って。それではですね、いよいよライディングモードのお話に入っていきたいなと思います。今ね、メーターをご覧いただいてるんですが、下からコンフォート、そしてスポーツ、そしてスポーツプラスっていう3段階になってますね。実際に乗ってきてですね、ここでこのライディングモードどういう風に違ったかってことなんですが、まず先にね、結論言っちゃうと、コンフォートはね、もうダルダル、開けても開けてもエンジンが反応してくれなくて、まあ穏やかで路面状況が悪いとか雨の日だったらいいのかなっていう感じですね。で、真ん中のスポーツというのが基準ですね。これがいわゆる普通のオートバイだと思っていいでしょう。そこの真ん中を境に下と上を作っているってイメージですね。で、上のスポーツプラスにすると、ちょっと開けたとこでもエンジンがこうドーンってドン突きするようにピックアップが良くなるんですね。で、この CBR250RR の場合は、まあいわばね、馬力がこれ車種代かけて実計測すると35馬力くらいなんですね。35馬力のバイクで、パワーを下げたい上げたいって思うことは正直僕はね、ないんじゃないかと思います。ここでライディングモードが生きてくるのは、 1000cc 級のもんパワーが余っちゃってしょうがなくて、雨の日に200馬力なんかやだよ、怖いよ、タイヤがね、最初から履いてるタイヤがもうスリックみたいな溝全然ないやつじゃんって時はむっちゃ助かります。すごい助かる。それがないバイクはもう乗りたくないってぐらいね、僕は大好きだけど、実計測35馬力の 250cc バイク、まあ、言うても所詮250の出力なので、ここでね、パワーを下げたい方向でコンフォートは僕は選択はしないです。いつもスポーツで走ると思います。で、一つね、まだサーキットで使ってないから疑問と思ってるのが、スポーツプラスっていうのが低速のドン突きがね、激しくなっちゃうの。そのダイレクト感が出るピーキーっていうことは、逆にそのドン突きしやすくなるんですよね。ちょっと開けただけなのにエンジンがなんかゴンって動いちゃうから、これはね、ひたすらその開け始めでチェーンをパッて張ったところからバンって加速していきたい時にはいいかもしれない。だからサーキットで乗る時にこれが、いわばハイスロットル代わりに使えれば、まあまあ便利かなっていうところなんですが、正直いろんなメーカーのいろんな排気量のバイクを乗らせてもらって、走らせてもらったイメージでいくと、 250cc にこのライディングモード、僕はね、いらないと思う。ただここでなんで入ってるかっていうと、まあ商品力をつけたいっていうのはもちろん裏事情としてあるんだろうけど、ただね、これからアジアの若い子たちというのは、誰も彼もがね、あの CBR1000RRSP2 とか R1M とかBMW の S1000RR とか、誰もが最初から買うわけじゃないから、まずはバイクに楽しくなってほしい、バイクってことがどういうものか知ってほしいっていう、ホンダのね、親心があって、その市場のね、マーケットを教育するっていう意味で、250、ぶっちゃけエンジニアとしてもそんなに必要性感じてないんだけど、俺らもさっき出した時使ってないけどって多分裏でね、言いながら、まずは皆さんにどういうことができるのかを知ってもらうためのプレゼンテーションとしてね、プレゼントして、今回この CBR にはこういった、機構を入れたんじゃないかと思います。で、ただあるかないかで言えば、あった方がそれはいろんなシチュエーションに使い分けたり、いろんな工夫ができるから、あった方が当然いいんだけどね。だから僕はね、ちょうど峠とかね、街で走らせてみたところ、僕はスポーツっていう真ん中のモードだけで全部、楽に乗ってました。ここでね、免許取り立て本当におっかなびっくり乗ってた頃だったら、コンフォートがあってよかったって思うかもしれないけど、普通にバイクに乗れるようになっちゃうと、250のパワーだったらコンフォートはそんなにメリット見えないかなっていうのが僕の率直な感想です。はい、ということで CBR250RR の全体像と、そしてカラーとライディングモードとお届けしてまいりました。次の動画でですね、そうですね、まあ、先ほどライディングモードの話でパワー馬力について触れましたが、 CBR250RR の速さを僕がどういう風に感じたのか、あとね、他のバイク、車種代で実馬力を計測したバイクたちとの経験を照らし合わせて、実際どんなもんなのか、どの程度速いのかっていうのを数字を交えてご説明したいと思います。引き続きこのレイブログ、ぜひご覧になってください。以上、レイがお送りしました。